アマデオ一世は、サボイアーサのスペイン王、および、アオスタ公、イタリア語名アメデオ一世、ディスパーニャ、あるいはアメデオフェルディナンド・マリーア・ディサボイア・アオースタ。サボイア家の当主である、サルデーニャ王、ビットーリオ・イマヌエール・二世と、その最初の日である、オーストリア大公女マリーア,ア・デライ・デ・ダズブル・ゴロレーナの、次男として、鳥の王宮に生まれる。イタリア王国の成立後に、 アニムンベルトが王太子を経て、王位を継ぐと、アメデオは、アオスタ皇の称号と領地を授けられて分家した。私生活では、父の家臣である、チステルナ公爵家の皇女、マリーア・ビトーリア・ダルポッツォデ・デラ・チステルナと結婚、アオスタ公子、エマヌエーレ・フィリベルト、鳥の白ベットオリオ、エマヌエーレ、アブルッツコールイージ・アメデオラを設けた。1870年、スペイン王国で、 女王イザベル2世が、不安プリム元帥により追放されると、正当性を欲していたプリム将軍の請願により、スペインをアマデオ1世として迎えられ、マドリードで退官した。妹マリー・アピアもポルトガルをルイス1世の王妃となって、カルロス1世を設けており、揃ってイベリアの王位に関わりを持つこととなった。しかしアマデオ1世の知性は、 全王の失勢と失脚で勢いを得ていた、イベリア住民の共和主義や、地方対立に耐えず、苦しめられた。加えて、自らを推挙したプリム元帥が暗殺される悲劇も、重なり、兄と同じ王位を得たという栄誉からは、ほど遠い、孤独な立場で宮殿に滞在する日々を送った。1873年、第三次カルリスタ反乱など一層に泥沼化する。 権力闘争に疲れ果てたアマデオ一世は、スペイン王位からの退位を王国議会で宣言し、マドリード宮を去った。王党派たちが、プリム元帥によって、イサベル二世と共に追放されていた元王太子、アルフォンソ十二世を新たな旗印に、共和主義と退治を続ける中、アマデオ一世は、元のアメデーボディ、サボイアオスタの名に戻って、アオスタ公としての知性に専念した。 前妻チステルナが亡くなると、ナポレオン一世のマッテージェローム・ボナパルトの、孫娘マリー・レティシア・ボナパルトと再婚したが、彼女の母マリー・アクロティルデーは、アメデオの姉であり、従って、祝鉄婚であった。欧州の貴族界隈でも、議論となったが、最終的に教会の判断により許可された。5歳との間には、サレーミハク・ウンベルトを設けた。 1890年1月18日、アメデオディ、サボヤ・アオスタは43歳の時に、鳥の王宮で病没した。灼灰と家督は、長男エマヌエーレ・フィリベルトが継承した。1845年5月30日、サルデーニャ王、ビットーリオ・エマヌエーレ2世の次男として、鳥の王宮で出生する。イタリア北西部を領有するサルデーニャ王国の、サボヤ王家の一員であったため、 生まれた直後に、父から一族の故地に由来するアオスタ公爵の称号を与えられた。1861年、ビットオリオイマヌエーレ二世は空位となっていたイタリア王位の復興を宣言し、サボヤーサ、イタリア王国を開いた。これにより兄ウンベルトは、イタリア王大使の称号を得たが、本家を支えるというアメデーオ一世の立場には、一見して大きな変化はなかった。 1867年、適齢期の同格の貴族女性が少なかったことなどが、王を引いて、兄とアメデオ一世の結婚はなかなか定まらなかった。結局、アメデオ一世は、家臣筋のチステルナ公爵家から、マリーア・ビットーリア・ダルポッツォデ・デラ・チステルナを妻として、迎えたが、当初はより高貴な血筋との婚姻を求めていた父の、反対にあったという。 チステルナとの間には後継ぎを含む3人の子供が生まれた。チステルナ公爵家は自由主義的で、貴族的な家風を持たなかったが、同時に古くから続く名門貴族の家柄でもあった。そのことは、アメデオ一世に始まるサボイヤ・オスタケが、サボイヤ王家の分流としてだけではなく、モナコ公国のクリーマルディ家とも連なる家系であることが示している。また、 チステルナ公爵家は男子がいなかったため、私有領地などの財産は全てアメデーボが継承することになり、これもサボイアーオスタケがサボイア家の処分家の中で抜きんでた存在となる結果をもたらした。チステルナ個人も控えめで誠実な性格で公爵夫人として夫に従っていたが、それでもサボイア家内では明らかにチステルナは礼遇されていた。 アメデオが別の見かけを抱えているという噂が流れた突起、妻として心と名誉を傷つけられた。チステルナはギフ・ビット・オリオ・エマヌエーレ2世に抗議の手紙を送ったが、王は何時には王族の夫に指図する権利はないと冷淡な返事を書き送っている。このような不幸な妻の扱いからか、両者の結婚式は多くの不幸に見舞われたとする逸話がしばしば残された。 即位体監視式の行われるマドリードへ向かうアマデオ一世。停泊しているのは、スペイン海軍の総交官ヌマンシア。ルイス・アルバレス・カタラ19世紀のスペインは、かつての植民地大国としての立場を失い、急速に衰退の道をたどる時代を迎えていた。統一以来、カスティーリア人勢力に抑えつけられていた、カタルーニャ人、バスク人らの自治や独立を求める動きが高まり、 議会内でも絶対君主制と立憲君主制をめぐる争いで大い継承戦争が発生する。この戦いを制した立憲君主派は女王イサベル2世を即位させたが気まぐれなイサベル2世はむしろ反動的な統治を行いメキシコ出兵の参加など失勢を繰り返した。イトココンで結ばれた王廃フランシスコの同性愛問題も相まって帝国と スペインブルボナサに対する幻滅が奇戦を問わず、広まっていた。豪を煮やした、立憲君主派は、カルリスタ戦争の英雄で、亡命のみであった、フアンプリム将軍を東目にクーデターを起こし、イサベル二世を退院させた。陸軍元水権帝国議会議長として、実権を掌握したプリムは、立憲君主制の再建を進めるべく、ボルボン県以外の王国家から、 恩恵な君主を迎えることを計画していた。議論の末、近隣国イタリアの王家となっていたサボヤ家に嘆願が行われ、これに応じてイタリア王、ビットオリオイマヌエーレ二世は、次男、アメデオを指名した。アメデオは、父の戦災である、ハプスブルクロートリンゲン家出身の母、アデラ・イーデを通じてボル・ボン家とも、親族関係にあった。 1870年11月16日、コルテスは新たな国王を迎える宣言を可決し、アメデオはアマデオ一世としてスペイン王に即位した。プリム元帥の遺体が収められた棺の前に立つアマデオ一世。アントニオヒスベルト重なる苦難イタリア王大使の身分にあったアニウンベルトより一足先に王の身分を手に入れ、アマデオ一世は双交艦ヌマンシアに乗船して、 スペインに入国した。王都マドリードで、ブリム元帥ら立憲君主派の歓迎を受け、ボレボン家が用いていた、マドリード宮に入場する。山積している諸問題を前に、差し当たって、アマデオ一世には、議会で立憲君主制の誤示を約束することが求められたが、即位から2ヶ月と経たないうちに、衝撃的な政変が起きることとなる。 1870年12月28日、プリム元帥は、議会内の支出で何者かによって銃撃され、治療も虚しく2日後に没した。最大の後ろ盾であったプリム元帥の旧市は、アマデオ一世の立場を人世にして、不安定な状態に追い込んだ。元帥の葬儀が行われた後、アマデオ一世はコルテスで、立憲君主制を支持する宣誓を行った。 宮殿内での立場を失ったアマデオ一世に追い打ちをかけるように、キューバ独立問題、絶対君主派の再放棄、共和主義派による暗殺事件など、次々と難題が降りかかった。頼みの綱である立憲君主派も恩憲派と強硬派に分かれて争う、始末で第二次カルリスタ戦争もカタルーニャ人、バスク人の自治運動と結びついて泥沼化していった。アマデオ一世は、 王国軍を動員して、反乱の鎮圧に奔走したが、国民がサボやけにも幻滅する結果を招いた。1873年2月11日、もはや収拾がつかなくなった争いに疲れ果てたアマデオ一世は、スペイン王からの退位を宣言した。同日の夜に勢いづいた、共和派がスペイン共和国の樹立を宣言する中、議会に出席したアマデオ一世は、 この国は、あまりの手に負えぬと述べるに止まった。新たに、立憲君主派が、イサベル2世の着難アルフォンソ12世を、カルリスタ派が、カルラスマリアを立てて、共和派を交えた内戦を再開するのを尻目に、アマデオ1世はイタリアに戻った。古国では、アメデオディ、サボイアオスタの名に戻り、父から与えられていた、アオスタ公としての責務に専念した。 サボヤアサスペイン王国の紋章アマデオ一世は、もともと、スペインという国には、好意的ではなく、貴族としても宣伝されていなかった。ミゲルデセルバンテスの邸宅を馬車で通り過ぎた際、配下の貴族から、かの有名な小説家の自宅ですと言われると、そうかね。それほど、有名なら、越見の機会があろうと答えたと言われている。このこともアマデオ一世が国民の人気をかき、 知性を安定させられなかった一員とされている。大尉の翌年に第一共和制は打倒され、アルフォンソ十二世を君主として、スペインブルボガサが復古された。アオスタコ復帰後の生活は穏やかなもので、スペイン王時代と異なり大きな騒乱には巻き込まれなかった。しかし後期、マリーア・ビットリア・ダルポッツォ・デ・ラチステルナが病没し、ナポレオン・ボナパルトの甥。い、 ナポレオン・ジェロームの娘マリー・レティシア・ボナッパルトと再婚したことは、貴族界隈で論争となった。同じく、ナポレオンのおいで、第二帝政を成立させた、ナポレオン3世の側近として、父、ビットリオ・エマヌエール2世との同盟交渉を引き受けていたナポレオン・ジェロームは、婚姻外交という形でアメデウォー王の姉、マリア・クロティルデと結婚していた。 よって両者は、おじとめえの間柄であったが、近代ヨーロッパの貴族界隈で、宿鉄婚は、近親婚として禁じられていた。当初はアメデオも自身の長男エマヌエーレ・フィリベルトの婚約者として予定していたが、結果としてレティシアは、カフグラシであったアメデオと恋中になってしまった。1888年9月11日、周りの反対を押し切って、 親子ほどに年が離れた名と結婚したアメデオは、4男、ウンベルトを儲け、戦災との息子たちと同じく借位を与えた。1890年1月18日、仏義を醸した再婚から2年後に、アメデオは病を患い、44歳で休止した。家督は、長子エマヌエーレ・フィリベルトが継承し、アオスタ公の称号も引き継がれた。チステルナ公爵家の公女。 マリーア・ビトリア・ダル・ポッツォ・デ・ラ・チステルナと結婚し、3子を設けた。また、ベスト・ファーレン王、ジェローム・ボナパルトの孫娘で、姉マリーア・クロティルデの娘である、マリー・レティシア・ボナパルトと再婚し、1子を設けた。ポロック、サブリナ、スペイン、エス・フォー・ゴトン・クイーン。ヨーロピアン・ロイヤル・ヒストリー・ジャーナル9.4。 ページーズ 2526AB イビドページ25イビドページ26ロジャー・エル・ウィリアムズガスライトシャドウザ・ワールド・オブナポレオン3 1851 1870 156ナナハット・アスロブ・ガランゼーラ・ヒストリア・デ・エスパーニャ・コント・ダ・パラ・エイセプティコスバルセロナエド・プラネタ1995 337ピアニッシモ ありがとうございます。